美版ンのですね、第1話の、えー、考察です。乃、え、木、ー、の,の家族についてですね、えー、この映像の二宮さんと役所広司さんなんですけども、役名が出てきてないんですよね、まだね。で、えー、この二宮さんがね、役所さんにね、お父さんって、父さんって言うんですよ。なので、まあ、父と息子と考えていいと思うんですね。 あのーまあ、SNS の指摘で二宮さんが、ね、色白で役所さんが色黒でしょう。でこれはわざとこういうふうな二宮さんは白くその役作りでね白くこうメイクして白い服着てるとかで役所さんは顔も黒くして黒い服着てるとこれはまあそういうまあキャラ設定にしたんじゃないのかと。 で、まあ、この2人は親子みたいなんだけれどももしかしたらとつまり乃木の育ての親乃木の両親が、ね、亡くなった後と乃木は、えー、この架空の国ですけどドラマ上バルト共和国で暮らしてたわけですけど乃木は子供時代役所工事さんと一緒に暮らしていた育てられた時期があったんじゃないのかというふうに 考えましたその時に馬に乗る方法を学んだり 1, キロ1キログラムを手でね測って誤差1 0ムしかないっていうそういうような、えー、特殊な、えー、こう技能を覚えたんではないかと例えばパンを焼くときにね正確に測らないとうまくパンが膨らまないとかそういう生活の知恵っていうのが身についたということなんじゃないのかなと。で えー、二つ考えられるんですね。乃木のお父さんお母さんはまあ亡くなってしまったと。で、えー、役所広司さんが乃木の育ての親、いわばお父さんだったと。そういう可能性もあるし、そうではなく、乃木のお父さんが生きてて、バルト共和国で、えー、まあ、暮らしてるみたいなね。そういう可能性もあるんじゃないですか。乃木のお父さんは本当は日本人なんだけど、こう、 現地人のふりして名前も変えてずっとバルト共和国で暮らしてるみたいなそういう可能性もあるのではとそ,その場合は役所工司さんの息子が二宮さんでしょということは母親が違う兄弟みたいなまあ乃木のお母さんが生きてるか死んでるかも分かんないですけどはいで CIA の友達がいるということは乃木は優秀ですよねまあ高校の時からの親友が CIA にいるとでその CIA の えまあその彼もね、えー、あのまあ敵か味方かなんてのもね考える必要もあるんじゃないのかなって思ったりしたんですね私ははい、まあ、まだ今後もまあ出てくるかもしれないでしょ CIA の友達はいで、えー、まあいろいろ考えられるんですけど 乃木は子どもの頃の,その悲惨な体験とかね過酷な体験から二重人格になったのではというふうに思うんですけどまあ二重人格かどうかまあ確定ではないんですよねイマジナリーフレンドとかなんかまあ考察でね言ってる方いますけどもあの二重人格のふりをしてるんじゃないのかって考察も出てるんですよねうん二重人格のふりしてるんだったらあの砂漠でね歩くしね がどうなるんだって話ですけど、うん、あのホテルの部屋でいるときに,、まあ、こうに二重人格のみたいなシーンあってであのホテルの部屋でいるときに阿部寛さん演じる野崎に盗聴されてたと。で、えー、盗聴されてることを気づいててにこうなんか二重人格みたいにな ね、演技をしてるのかとか、うん、そういう考察もまあできるのかな。で、あの、本編の37分30秒ぐらいのところで、ヘリコプターに無視されて助けてもらえなかったシーンがあるんです。あの、親子3人のシーンで。で、まあ、これは確定してないけども、乃木のお父さんとお母さんと乃木本人のシーンだと思うんですね。親子のシーン。 で、乃木のお父さんを演じるのが、林健人さん。まだ役名がわからないですね。あと、乃木のお母さん、おそらくお母さん演じるのが、高梨凛さんなんですね。はい。で、まあ、あのー、で、乃木のお父さんってのは、バルト共和国にいたってことでしょ。で、追いかけられてるシーンもあったんだけど、バルト共和国にいたってことは、乃木のお父さんは、スパイ活動をしてたのか、それとも、 乃木ののお父さんは外交官だったのかなとで乃木のお母さんも日本人なのかそれとも乃木のお母さんは日本人じゃなくて現地の女性バルトク共和国の女性だったという可能性も考えられませんかねね。であのヘリにね無視されるっていうかなんかあのヘリにこう手を振るんだけどヘリに発見してほしくて助けを求めるみたいな感じなんだけどヘリが気付く 気づかないのかヘリに乗ってる人が気づかないのかそれとも気づいてて無視したのかヘリは行ってしまうんですよね結局だからあのヘリは止まってくれなかったと、えー、いうことで、はいで、えー、乃木の父親が林健斗さん乃木の母親が高梨凛さんなのではということで、はいで乃木の両親はまあ死んだという。 にね、まあ考察できるんですけどまあ死んだ理由なんだけどまあ殺害されたとかねまあなんか追いかけられるシーンあったでしょで1時間23分10秒あたりのところ本編の乃木の両親がなんか追いかけられるシーンがあるんですね車でねうんで乃木の両親は例えばまあスパイをしていたのかとかねお父さんだけスパイしていたのかとかお母さんはしてないとかもうまあそういうのも個々の違いもあるかもしれないけど乃木の両親は 何かに巻き込まれて、まあ、こう、殺害された捕まっちゃったとかね。うん。だから、まあ、外交官だったのかなとも予想できます。あと、乃木は日本人なのかってことなんですけど、例えば、乃木はモンゴル、モンゴルっていうか、バルト共和国ですね。バルト共和国の人との根結なのかという可能性もま考えられますよね。これ、直しますけど。 まあ、バルト人っていう,いうのかな。バルト人とのえ根血なのかと。はい。で、え、野木は過去、え、バルトに住んでい、え、いて、え、この二宮さんと、そして役所さん、親子と一緒に、まあ、暮らしていたとかね。はい。そういうね、 可能性もあるんじゃないのかなって。はい。だから、その役所広司さんが乃木のお父さんの可能性ですね。はい。乃木のお父さん役が林健人さんで、現在は役所広司さんと演じる人が変わるということですね。で、えー、二宮さんは乃木の弟。 の可能性まあ乃木のお父さんもお母さんも両方とも生きてるんだったらその乃木のお父さんが役職おじさんだとしたら二宮さんは乃木の血のつながった、まあ、弟ってことになりますよね。はい、であと考えられるのはだから乃木の親が死んだ後に役職おじさんに育てられたと。 これだって役職王子さんは乃木の父親じゃないですよね。はい。で、えー、乃木とアディエル、そして二宮さんたちは、まあ、つながりがあるのかと。アディエルっていうのは、アディエルとジャミーンの父と娘が二人で暮らしてて、乃木が砂漠で遭難してたところを助けてくれたんですけど、アディエル死んでしまうんですよね。で、ジャミーンは助かるんですけど、 アディエルは、だからこの、役所工事さん、二宮と、まあ、つながりがある。まあ、兄弟とか親戚とか、知り合いとか、なんか、そんな、なんか知ってる関係なんですよね。つながりがあるみたいなんですよ。だから、こう、結果的に、こう、役所工事さん、二宮さん、そして、アディエル、ジャミーン、野木ってのは、つながってると、つながりがあるんですね。はい。でですね、今後の展開予想なんだけど、 乃木が過去の記憶を取り戻して覚醒するとかね、まあ、そういう展開もあるんじゃないのかと乃木は野崎と会話した時馬の乗り方を思い出しましたみたいなことを言ってるシーンがあったし乃、うん、木ってのは二重人格なのかそしてなんか一部記憶を失ってるのかと、まあ、そういうふうに推測できますよね。 で例えば乃木が二重人格だとしてもあの人格が一つになると元通りになるとそんでこうあの超人的能力を発揮するっていうだから乃木はこうなんかスパイみたいな能力もあるんじゃないのかって本当は優秀なやつと普段はこう優秀じゃないようなふりをしてるみたいなあとはあの送金したのは誰だということで乃木が自分自身でやったんじゃないのかっていう考察も出てますよね えー、乃木がバルト共和国に行くための口実で間違って送金しちゃったじゃあ自分が行きますというような乃木が行くことになるようにこう仕向けるためにみたいなうーんどうなんでしょうかね乃木がバルト共和国ですよねに行く口実のためにね、えー 送金ミスとかしたのかみたいな。で、送金した金はですね、テロ組織の資金にするためなのか、うん。というか、その、ヴィヴァンっていうのがテロ組織の名前なのか、それとも、ヴィヴァンっていうのは乃木のことなのかっていうのもありますけどね。あと、CIA のサムね、うん、乃木の友達のえ、サムが追ってる謎の組織とはって、これ、ヴィヴァンのことですかね ヴィヴァンというのが組織だったらね、なんか謎の組織があるみたいなこと言ってたでしょサムが追ってる謎の組織っていうのはザイールの所属してるテロ組織ではないですよね。ザイールって、まあ、送金されたお金をダイヤに変えてた組織の幹部だったみたいなんですけど、自爆しちゃったでしょはい。なので、あのー、うん。 だから、その辺もね、謎ですね。はい、なのでですね、まあ、そんな感じでね、今回ね、まとめてみましたけど、あ、ちょっと私、なんか、言葉間違えてバ、バルカ共和国、バルト共和国、どっちだったっけな、あのー、ちょっとね、まだ、ちょっとね、名前とかね、ちょっと、登場人物とか、いろいろ、覚えることが多すぎて、あバルカ共和国ですね、私、バルトって直しちゃったけど、 あ、バルカ共和国ですね。すいませんね。バルカ共和国ですね。あの、えー、架空の国なんですよね。あの、モンゴルじゃないんですよね、あれ。あの、モンゴルで撮影したけど、バルカ共和国っていうですね。じゃあ、バルカ人ということですね。すいません。バルトとかなんか言っちゃいましたけど、バルカでしたね。はい。すいません。はい。ちょっと直しましたけどね。はい。ということで、まあ、ざっと過剰書きでね、うん、まあ、 文章でねえ考察したんですけれどもまあ今みたいな感じで <laughs> 思い立ったことをガーッとねうん書いてみたんですけどはい、あ、まあいかがだったでしょうかねであのこのヘリに無視して助けてもらえなかったシーンが37分30秒と、ちゃんとこれね調べておいたんでもしね あのドラマ見返すときに探さなきゃいけないでしょ。ヘリのシーンとか言ってもえ、何分のシーンって分かんないとちょっと面倒くさいと思うんでね。37分30秒前後を探してみてください。あの、ヘリヘリのシーンというか、そのあののりの親が出てくるシーンがねま2箇所ですよね。37分30秒前後。そしてあと1時間23分10秒前後。乃木の両親がなんかこう。 車複数の車に何か追いかけられるみたいなシーンがあるので,、はいでまあ、それは乃木のこう記,記憶断片的な記憶なのかっていうところなんですけど、まあ、乃木の両親なんじゃないのかっていう予測できるんですけどで乃木の両親っていうのはどうなったのかと実は生きていましたとか片方お父さんかお母さんだけ生きてましたとか 乃木の両親両方とも生きてましたとか乃木の両親死んでるのももちろん可能性があるでしょう。で乃木の両親が生きてるとしたら、えー、このバルカ共和国でまあ生きてると。で追いかけられてるってことは例えば名前を変えてバルカ人になりすましてこう隠れて生きるしかないみたいなうんそういうような感じでこうまあ生きてる可能性もまあ考える必要があるんじゃないのかなってことで。 だから、ね、この役所広司さんが乃木のお父さんだったとかいう可能性も、まあ、あるんじゃないのかなと。いうことを、まあ、今回ね、うん、考える必要があるかなと。はい、いうことでしたね。はい、ということでですね、えー、役所広司さんと、えー、二宮さんですね。二宮さんは、えー、の正体についてね、考察してみました。ご視聴ありがとうございました。